清水博康、清水博康、清水博康、1974年2月27日体は、日本の元スピードスケート選手、スポーツキャスター、タレント、北海道出身、a e x マネジメント所属、1998年長野オリンピックで、金メダル1個、銅メダル1個、2002年ソルトレークシティオリンピックで、銀メダルを獲得した。 身長は 162cm。2015年4月より、弘前大学大学院医学研究科博士課程に在学。実家は建設会社。青井幼稚園、帯広市立堺小学校、帯広市立帯広第一中学校、白川学園高等学校を経て、日本大学分理学部を卒業する。三強世紀、NEC を経て、 現在は株式会社小島に所属するプロのスケーターである。1993年2月、イタリアバゼルがディッピネで行われたスピードスケート W 杯に18歳で初出場し初優勝という快挙を達成。その直後の世界スプリントイコール、群馬県イカホでは総合3位に入り、小柄な世界トップスケーターとして注目を集める。 1994年リレハンメルオリンピック、1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックと4度の東京オリンピックに出場している。長野では500メートルで日本のスピードスケート選手としては初となる金メダル、1000メートルでも銅メダルを獲得、ソルトレークシティの500メートルでも トップと0.03秒差の金メダルを獲得した。ワールドカップ W 杯通算優勝回数は34回である。金メダルを獲得した長野オリンピック直後の1998年4月、清水は所属していた三強正規を退社し、日本で初めてのプロスピードスケーターとなることを宣言。その後 NEC がスポンサーとして名乗り出る。 9月に同社と社員契約を結ぶ一方で複数の企業とスポンサー契約を交わすプロアスリート活動を始めた。1993年の世界デビュー以降10年以上にわたって日本スケート界を牽引してきたが2005年の世界距離別選手権で2位になったのを最後に世界では目立った成績を残せなくなった。男子短距離では加藤ジョージ、大川優。 長島慶一郎など、ポスト清水といわれる世代が実力をつけたこともあり、選手としての挙手に関心が集まるようになる。2008年3月限りで契約していた NEC を退社、新たに小島と契約を結んだ。2009年12月に、長野市の MW で開催された2010年、バンクーバーオリンピック代表選考会で500メートル7位、1000メートル9位に終わって、 代表を逃し、挙手については改めてコメントしたいと、5。マスコミでは、現役引退の決意を固めたと報じられた。2010年2月19日、今シーズン限りでの現役引退が所属する小島より、正式に発表された。3月5日に引退会見を開き、バンクーバーオリンピックの代表選考が終わった際に、引退を決意したと述べた。選手生活については、 たくさんの人に支えられ、幸せなスケート人生だった、唯一の心残りは、500メートルで33秒台を出せなかったことと振り返り、今後については未定としながらも、いろいろ勉強して、メダルを目指す選手にアドバイスする立場になっていければと、話している。2009年12月に、モデルの高垣玲子との交際が、お互いのブログにより公表され、 その後2010年3月31日に婚姻届を出した。2011年4月から日本大学大学院グローバルビジネス研究科、グローバルマネジメント専攻に入学。2013年3月に修士課程を修了した後も研究生として在学。一方でテレビ中継解説や情報満載ライブショーモーニングバード、テレビ朝日のレギュラーゲストコメンテーターとして、 参加、選挙立候補のため降板。2011年4月からは、スポーツドミンゴ、NHKBS1 で、初めてスポーツ番組のキャスターを担当した。2013年4月には、フジテレビ系のテレビドラマ、間違われちゃった男へゲスト出演、初のドラマ出演を果たした。2011年12月19日、高垣との間での離婚成立。 2012年に行われた第46回衆議院議員総選挙に、新党第一、新民主公認で、北海道一区から出馬するが、落選。2013年7月には、札幌市に、整骨院を開院。2015年4月、広崎大学大学院医学研究科博士課程に、入学した。2017年4月、北海道千歳リハビリテーション。 大学客員教授就任。7月にトカチで行われた g r ネッツカップビッツレースでモータースポーツデビュー。6位に入賞した。幼少の頃より機関士全速を持つ。ズダをうまくコントロールして五輪に出場し、メダル獲得までをも果たしたスポーツ選手として代表的な長期管理全速治療薬の発売元である。 グラクソスミスクラン社の宣伝に起用されているほか、全速関係の学会などにも招聘されている。固定自転車により、失神寸前まで追い込むトレーニングを行っていた。また、自らが使う道具、特にスケート靴に強いこだわりを持つ。長野五輪前には、スラップスケートの靴底にカーボンファイバーを使い、剛性を高めることを思いつき、 カーボンファイバーに関する高い加工ノウハウを持っているとの理由から本来レーシングカーの製造会社である東京 R&D に特注してカーボンファイバー製のスケート靴を作らせたほどであった長野五輪ではその東京 R&D 製のスケート靴を使用資金メダルを獲得していい。上記の通り1998年にプロ宣言を行うスピードスケートを メジャースポーツにすることを望んでいた清水は、不況により、企業のスケート部が相次いで消滅している現状を憂えていた。清水のこの行動は、スケートのみに集中できる環境を作るのと同時に、企業が選手を抱え込む、現在のスケート界の体質にも一石を投じるものであった。 1996年3月カルガリーにおいて35秒39の男子500メートル世界新記録を樹立。スプリント競技は、長身選手に有利という、それまでの常識を覆し、この種目の第一人者となる。その後も記録更新を繰り返し、一時期ジェレミー・ウォザースプーンに抜かれるものの、2001年3月10日、世界距離別選手権イコール、ソルトレーク式において、 自身4度目の記録更新となる34秒32を記録、世界記録保持者に返り咲いた。この記録は2005年11月に加藤ジョージ34秒32破られた。現在の世界記録はジェレミー・ウォザースプーンの34秒03。清水が前半のロケットスタートでタイムを出すタイプであるのに対して加藤ジョージは世界一と称される。 コーナーワークの技術が持ち味。加藤が高校生だった頃から、清水はその技術の高さに一目置いており、加藤がショートトラックからコーナーワークを磨いていたことを聞きつけると、自分の練習にもショートを取り入れるなど、その技術の習得に意欲を見せた。加藤ジョージとはライバル関係にあるが、プライベートでは仲が良い。加藤が バンクーバーオリンピックスピードスケート男子500メートルにおいて銅メダルを獲得した際、清水は朝日新聞社のコラムにて手厳しい筆で綴られた激励とも取れるメッセージを寄せている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。